北口ペデストリアンデッキ南口スカイプラザステーションタワーアネックス棟ユーカリガオカの超高層マンション組ユーカリガオカ駅は千葉県桜市ユーカリガオカ4丁目にある京成電鉄山間の駅である。駅番号は KS33。当駅はデベロッパーの山間が開発したニュータウンユーカリガオカの玄関口であり、 この地を開発した際に西岸駅として開業した。京成電鉄本線と山万ユーカリが丘線が乗り入れ、接続駅となっている。京成駅舎の上層部には、ウィシュトンホテルユーカリのイーストウィングが位置し、北口の上層部には、ウィシュトンホテルユーカリのメインタワーに直結している。北口には、駅前ロータリー交差点と屋根付きの バリアフリーアプローチによるペデストリアンデッキが整備されており、ペデストリアンデッキは東駅山満駅舎 UPLA スカイプラザユーカリガオカに接続する。なお、スカイプラザユーカリガオカのイーストタワーウエストタワーは山満ユーカリガオカ線の隣駅である地区センター駅からもペデストリアンデッキにてエントランス付近まで直結している。京成駅舎南口は 1>, 1階と2階が駅舎及び商業施設となっており、上層階はスカイプラザステーションタワーのアネックス舟に直結し、同マンションのタワー舟に接続している。南口にも駅前ロータリー交差点が整備されている。山間駅舎は、京成駅舎北口とペデストリアンデッキほか、連絡通路を介して接続している。駅舎には、 山マングループユーカリガオカインフォーメーションセンター、順天堂大学風、指定協力センターユーカリガオカ市局が入居している。都市再開発事業として、京成汽車北口の駐車場、水保銀行ユーカリガオカ支店のあるエリアに、順天堂大学、桜市民ホール、商業施設などを一体的に整備し、町に開かれた文教地区とする計画が発表されている。建設当時から、 将来の特急停車を見込み、2面4線の規模で建設された。後に通勤特急は停車するようになったが、快速特急、特急は現行ダイヤでも停車しない。山ママンが開発を行ったニュータウンであるユーカリが丘に由来する。ユーカリが丘の名称は、開発元の山ママンが、殺菌作用や空気の正常作用があり、環境に、 優しいというユーカリを自然環境と調和する都市の象徴として名付けたものとされる。当駅のユーカリのローマ字表記は英語のユコリーではなくユーカリと表記される。二面三線のホームを持つ地上駅で京上駅舎を有する。エスカレーターが設置されているほか2009年4月に改札外とホームを連絡する車椅子対応エレベーターが設置された。トイレは 男女別の推薦式で、京成改札内コンコースと南口及び北口の階段下の合計3カ所を設置されており、校内及び南口のトイレは、多機能トイレを併設しているが、北口のトイレは、通常のトイレのみであり、また、早朝深夜は閉鎖される。二面四線に拡張できる用地はあるが、下り対い線の用地に、線路は付設されていない。 対比線である一番線はラッシュ時を中心に使用されるほか、日中は改装や団体列車の対比も行う。2009年11月より2010年7月までは夜間の駅止めにも使われていた。乗り場、京成の駅北口から連絡通路で結ばれている。短式ホーム一面一線を有する公開駅である。友人駅。1階で入口と2階連絡通路を結ぶ。 エレベーターは従来から存在したが、改札内コンコースとホームの間のエレベーターも2012年10月31日に行われた開業30周年記念式典に合わせて開設された。ホーム地区センター側には待合室が設置されている。トイレは校内に設置されておらず、北口のトイレを利用することとなる。なお、改札内のトイレは職員用である。 高架下には、山満ユーカリが丘インフォメーションセンターや、順天堂大学風指定協力センターが立地する。近年の1日平均乗降、乗車人員推移は、下表の通りである。スカイプラザユーカリが丘スカイプラザモールバブル景気と、重なり、1980年代後半には、駅前は、急速に建物が立ち並ぶようになり、超高層マンション及び商業施設が立地する。 駅北口側には国道296号が通っている。UPLA 隣駅の地区センター駅までは約600メートルの距離に位置する。北口はウィシュトンホテルユーカリに直結している。東方大学医療センター桜病院南口はスカイプラザステーションタワーに直結している。全日運行全路線全系統全日運行。 山間ゆうかりが丘線列車保管等路線バス平日、朝に限り、マイタウン、ダイレクトバスの東京駅や S 口、国際展示場駅、篠野目車工行が南口から発車する。このほか、南中野駅と東方大学桜病院正面玄関前駅の千葉、グリーンバス、桜市、コミュニティバスのあぜた、下静ルートが南口から発車する。 かつては、京成電鉄の以下の路線が乗り入れていた。ありがとうございます。